皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニュークリエーションチャーチの三好明久です。今日もリビングライフのテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は2022年6月12日の日曜日、聖書の箇所は旧約聖書エステル記1章13節から22節。タイトルは王妃ワシュティの敗位とペルシア帝国の現実です。私たちが主イエスキリストを王として新しく生きることができる、そのことについてご一緒に教えられてまいりましょう。エステル記1章13節から22節。そこで王は時を熟知している知恵のある者たちに言った。このように法令と裁判に詳しいすべての者に諮るのが王の習わしであった。王の側近はペルシアとメディアの7人の首長たち、カルシェナ、シェタル、アデマタ、タルシシュ、メレス、マルセナ、メムカンで、彼らは王の面前に控えながら王国の最高の地位についていた。王妃ワシュティは宦官によって伝えられたクセルクセス王の命令に従わなかった。法令に従って彼女をどう処分すべきか。メムカンは王と首長たちの前で答えた。王妃ワシュティは王一人だけではなく、クセルクセス王のすべての州の全首長と全住民にも悪いことをしました。王妃のことが女たち皆に知れ渡り、クセルクセス王が王妃ワシュティに王の前に来るように命じたのに来なかったと言って、女たちは自分の夫を軽く見るようになるでしょう。今日にでも王妃のことを聞いたペルシアとメディアの首長の婦人たちは、王のすべての首長たちにこのことを言って並々ならぬ軽蔑と怒りが起こることでしょう。もし王がおよろしければ、ワシュティはクセルクセス王の前に出てはならないという勅令をご自分でお出しになり、ペルシアとメディアの法令の中に書き入れて変更することのないようにされてはいかがでしょうか。王妃の位は彼女よりももっと優れたものにお授けください。王が出される詔勅がこの大きな王国の隅々まで告げ知らされれば、女たちは身分の高いものから低いものに至るまで皆自分の夫を敬うようになるでしょう。この進言は王と首長たちの心にかなったので、王はメムカンの言った通りにした。王は王のすべての州に書簡を送った。各州にはその文字で、各民族にはその言語で書簡を送り、男子は皆一家の主人となること、また自分の民族の言語で話すことを命じた。世界的にもよく知られている小説で映画にもなった沈黙という遠藤周作が書いたものがあります。で、その小説の中で、神はどうして沈黙しているのかということが、テーマになっていると思うんですけれども、しかしよく考えてみればですね、私たちは神様を、目に見えない神様を信じているので、実際神様が働いていることを信じてますけれども、でも実際にですね、神様がバーンって目に出てきたりとかですね、パンパカパーンって神様が出てきたりとか、そういうことはないわけですよね。ですからある意味ではですね、私たちが生きている現実の世界を見ていくときに、どうして神は沈黙してるんだろうか、なおどうして神様は何もされないんだろうか、どうして戦争を放っとくんだろうか、なんで侵略を放っとくんだろうか、なんでこんな問題がいっぱいあるのに神様は何もしないんだろうか、そういうふうに思いたくなる、天変地異とかどうして、そういうふうにですね感じるようなこともあると思うんです。でしかもですね、この権力者がこの権力者ね、人間だから何とかしてよみたいな、そういうものもあるかもしれないですよね。でその時に私たちはこのエステル記というこの出来事ですね、歴史の中で起こったこの出来事を読む時に、神様登場しないしね、神様介入しないしね、もう人間だけが出てきて、でも背後で
神様が生きて働いている。そのことをこの教えられるときに、まあ、素晴らしいなって思うんじゃないかと思うんです。ひどい世界があたかも正当化であるように権力者たち、そしてその取り巻きによって作られている。まあそういうような状況の中で、この罪を覆い隠している世界、そのことがですね、暴露されて、この物語を通して私たちはみんな救い主イエス・キリストを王としなければならない。そのことがはっきりわかるんじゃないかなと思うんです。で、今日のテキストを読んでいくとですね、この王妃ワシュティですね、王様のこの命令に従わなかったお妃様ですね、クイーン。この王妃をどうするかっていうことですね。このことが話し合われるわけです。13節に、そこで王は時を熟知している知恵のある者たちに言った。このように法令と裁判に詳しい全ての者に諮るのが王の習わしだったとあります。酔っ払った王様がですね、宴会の時に自分の、まあ、王妃があまりにも美しいので、みんなに見せびらかそうとしてですね、この出てこい、言ったけれども、王妃はですね、この拒否すると。王様はですね、激怒して、そしてどうするか。で、その時に、まあ、王は時を熟知している知恵のある者たちに相談するんですよ。で、この知恵は一体どういう知恵なんだろうかということですよ。人間の知恵ですよ。王妃はちゃんと裁かれなければなりません。こう言うんです。15節に、王妃ワシュティは宦官によって伝えられたクセルクス王の命令に従わなかった。法令に従って彼女をどう処分すべきか。もしですね、この彼女をちゃんと扱わなかったら、全国のですね、夫は妻に敬われなくなってしまう。こういうのオーバーリアクションっていうわけですよね。別にそんなことはないわけなんだけれども、そうなってしまうから、ここでは王様示しがつきませんから、ちゃんとやりましょうみたいな話になるわけです。で、これはこの世の知恵ですよ。夫が敬われるのは法令だからじゃないですよ。それ本当に敬われてますかって話だよね。英語のジョークでですね、I love you because I have to っていうのありますよね。愛さなくちゃいけないから愛するんだよって。それ愛じゃないですよね。心からじゃないから。夫は敬われなければならない。でも、妻が法律だからしょうがないのよ。王様が命令してるから、あなたを敬うのよって言われてですね。本当に敬われてるはずがないわけですよ。ですから、この世の知恵に過ぎない。この知恵は、私たちがイエス・キリストを信じるときに、本当の知恵、神の知恵です。変わる。それは神の愚かさというやつです。神の愚かさは人間の知恵に勝る。それは十字架の言葉ですよ。イエス様がですね、私たちがこの罪を持っている、その私たちの正しさというもの、私たちがですね、自分の正しさ、自分の知恵、自分の理解、そんなもので自分を救うことができない。かえって私たちは自分をですね、救うことができないことが明らかになるだけですよ。ここで出ている人間の知恵も、まあ、浅知恵っていうかですね、本当に夫が敬われるような知恵にはなっていないんですよ。むしろですね、この王妃が拒否した時に王様はそのことを本当に思って罪を、自分の罪を認めて、私が間違ってたって言ってですね、なんて素晴らしい王妃なんだろうかって言うべきだったんです。でも私たちはここで本当にイエス様が来られる時に、私たちは人間の知恵を退けて、自分が罪人である、自分が浅はかである、そのことに気づかされて十字架を仰ぎ見るものになるんじゃないでしょうか。二番目は何かと言いますと、二番目はここで、まあ、今も言ったように、この彼女をどう処分すべきかという話になっているんです。で、処分というのはですね、こう人間に当てはめるのは、まあ実際法律では、まあ、処分とか、まあね、このいろんな組織とかでは処分っていう言い方しますよ。悪いことした人を処分するって言いますけど、僕が処分って聞いたらですね、リサイクルショップを思い出しますよ。あきれたね。処分しますかね、買い取れないものは、うちで処分していいですかって聞かれるわけですよね。値段のつかなかったものは、もうゴミですから、処分していいですか。物じゃないですから。でも私たちが、この世の裁きっていうことを考えたときに、これは値段がつくかつかないか、つかないものはゴミだ。処分される。で、これはですね、法令が権力者に都合のいいように利用されて、そしてそれを用いて、どんどんとですね、ゴミ作る。ところがですね、私たちはこれに対して、この世の裁きではなくて、神様の裁きっていう時に、神様の裁きはもちろん最終的な永遠の裁きですけど、しかし生きてる間は再生なんですよ。イエス様どうして十字架にかかって死んでくださったか。神の義っていうのはどこにあるかっていうと、
イエス様の十字架を見上げた人が新しく生まれ変わって、まあ、言ったらリサイクルされると。まあ、ちょっと言葉いいかどうかわかんないですけど、作り変えられて、神様の形に作り変えられて、もう一度新しく生きることができるようにする。だから、王妃ワシテはですね、もし神様の義だったらですね、まあ、処分されるんじゃなくて、そのことをもっと良いようにですね、用いて、これ扱うはずですよ。王様と、お妃さんの関係、それが、良いものになれば、それが良い模範になって、全国に良い夫婦の関係が生まれるかもしれないです。でも人間は、この王様はですね、裁き、処分するっていう、そういう考え方ですよ。ですから私たちはですね、この世の裁きではなくて、神様の裁きを考えるときに、イエス様が王として来られたならば、私たちの神の義によって扱って、そして私たちを新しく作り変えて、神様の働きを前進させるようにするはずだと思うわけです。それ3番目何かというと、3番目はこの世の命令ですよ。この世の命令というのは人間に服従を要求します。この世の命令は従うか従わないか、あいつは従わなかった。だからダメだとこうなりますよ。すると人間はいつも自分の正しさを証明するために服従しよう。怒られるの嫌だから。裁かれるの嫌だから。だから服従しよう。これは人間の命令ですよ。ところがですね、神様の命令は何かっていうと、それは神様の約束なんです。モーセの十戒は私たちが従うか従わないかということだけじゃなくて、いや、それ以上に神様がイエス・キリストを信じる人の人生にこの律法を実現します。私は律法を廃棄するためではなくて、成就するために来た。イエス様おっしゃった。だから、イエス様が王として来られた時には、この命令、神様の命令は、私たちが服従するかしないかではなくて、神様が私の人生の中にそれを実現します。言っている約束に変わるんですよ。ですからですね、私たちはここで、神様がですね、私たちイエス・キリストを王として生きる時に、この、まあ、ダメな王様じゃなくてですね、このイエス様が王として生きるならば、私たちはこの、王妃ワシティがですね、廃された、処分された、裁かれたんじゃなくて、私たちは全く別の扱いを受け、新しくされ、作り変えられ、神様の命令が、律法が私たちのように実現していく、神様の御業に満ち溢れた人生を生きるようになる。で、そのことをぜひ覚えていきたいと思います。いかがでしょうか。私たちの世界も神が沈黙しているように感じる、そして王がむちゃくちゃなことをやっている、そういうふうに感じることがたとえあったとしても、本当の王様はもうやってきて十字架で死んで3日目によみがえって今も生きている、この方を私たちは王様として迎えるとき、私たちはこの地上であったとしても神の国を生きることができる。そこには地上の王が持っているような知恵や裁きや命令ではない、本当の神様は私たちの神の国を生かすために与えてくださる人生が用意されている。そのことをぜひ覚えていきたいと思います。一言お願いします。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしい恵みによって、すべての人が救い主イエスを王として迎える必要がある。そのことを覚えます。あなたが何もしていないように見えるこの世界であったとしても、いや、あなたはもうすでにイエス様を送ってくださった。そして十字架につけ、3日目に蘇らせて今も生きておられる、そのことを覚えることができるように神様どうぞ私たちを導いてください。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。